100万円の BMW ってどうなのと、まあ、非常に完成度高いというふうに言われていますね、はい、寝転べるぐらいの車の話坂戸店のコーナーです。始まりました。一人でやらせていただきたいと思います、山中です。今回はですね、100万円の BMW ってどうなのという企画をですね、2本に分けてお届けしていきたいと思います。早速ですね、今回ご紹介する2台見ていただきたいと思います。こちらです。どうですか、まあ、まずはね、セダン、そしてツーリングだけではなくてですね、今回こちらがガソリン車 320i と、あとディーゼルの 320d、ご用意させていただきました。2台とも100万円以内で買える車両なんですけれども、まあ、まずはね、どんな違いがあるのかというところからですね、最後まあ試乗してですね、まあそのねフィーリングというのをね確かめていきたいなというふうに思っていますと。でまずはねガソリン車の方から見ていきたいと思うんですけれども、こちらが、320i の M スポーツ、まあこちら前期型になりますね。ご紹介させていただきます。こちらのお車法人ワンオーナー車両ということで、まあ、非常にね整備の記録簿もしっかりついていて、まあ、状態はね良好かなとは思うんですけれども、まあ、そもそもねこのガソリンの 320i、まあ、どんな感じなのかっていうところを見ていきたいというふうに思います。もともとね3シリーズって直列のね6気筒も積むエンジンなので、結構ね直4の2リッターのエンジンだと結構エンジンルームはしっかりすっきりしているような、ね、印象ありますけれども、まあ、こちらのね320i の前期型だと184馬力、まあパワーがあるということで、まあね、シングルターボのエンジンですけれども、まあ、非常に完成されたエンジンというふうにまあ言われてますね。まあ、この、ね、マイナーチェンジ後から B 型と呼ばれるさらに洗練されたものにはなっているということなんですけど、まあ、この搭載されている N 型のエンジンだと、まあ、最終スペックのような形になっているので、まあ、非常に完成度高いというふうに言われていますね。はい、あとはね内装の方も見ていきたいんですけれども、 M スポーツなんでね、パブリックのシートではあるんですけれども、かなりおしゃれですね。ちょっとブルーのステッチとかこの模様とかがね非常に印象的な M スポーツのグレードですけれども、パワーシートついてます。メモリー機能もですねついてますね。ここです。まあ、残念ながらねシートヒーターはついてないんですけれども、まあ、冬場以外はいらない機能なので、まあ、そこはいいのかなと。であとはね M スポーツになるとこのステアリングはまあ M スポーツとか、まあ、あとは他のね1シリーズだと M135i、140i とかのステアリングの形状と一緒のものになりますね。通常のグレードと比べるとかなり握りが太くなっていて、デザインがねよりスポーティーなモデルになってます。であとはですね、このモデルに関してはクルーズコントロールとスピードリミッター、あとはこれは追従機能付きのクルーズコントロールがついてますので、まあ、かなりですね安全に快適に乗れる装備がついてますね。これね他のね中古車も探していただくと分かるんですけど、結構ねこの追従機能がついてる 320i の M スポーツってそんなに弾ないんですよ。全くないわけではないんですけど、結構ねクルーズコントロールだけとかそもそもなかったりとかっていうのがあるんで、まあ、その辺もね見ていただけるといいのかなというふうに思います。あとねこのねパドルのね感じも結構ねしっかりとした感じのねこうクリック感で、非常にね触りやすいというかこう操作してるなっていう感じがあります。はい、全然音しないですね。もっと吹かすと多少ね音はしますけど、まあいかにも直四みたいな音ですけど、うん、あとねこの BM だとねこの ZF 製の発足のオートマっていうのが非常に出来がいいっていうふうに言われていて、そのあたりもね10万キロ走ってるオートマって、まあ、変速ショックがね大きかったりとかそういったのもあったりはするらしいので、まあ、その辺もね含めて市場には行きたいかなというふうに思います。まあ、あとはね結構ありがちなのがこのね液晶が結構ここ気泡が入ったりとかそういったのもね持病としても挙げられるんですけど、この車はねそういったこともなく内装の焼け感とかもなくて非常に綺麗ですね。
なんか広さは特にね、あのパッと見た感じ変わらないような気はするんですけど、まあ、後部座席もゆったり、ここ足も入りますし、ここね全然握り拳2つ余裕で入ります。2つ半ぐらい入りそうなぐらい余裕があるので、きっとね背が高い方もね、あの窮屈なく乗れるかなというふうに思います。まあ、あとはですね、この後部座席のここです。ここもかなり黒いので、あの後部座席の方はですね、結構日光とかの、ね、影響も少なく、乗れるかなというので、まあ、日焼けとかもねそんなにしないからな。外車はね結構後ろのスモーク濃かったりするんで、あの後部座席の方は結構ね、あの日光に対しては優しく乗れるかなというような印象がありますね。はい、あ、やっぱり広いですね。かなり奥行きもありますね。なんか丸まったらやっぱ人は入りそうな気はしますけれども、まあ普通のねセダンみたいなやっぱり感じの収納スペースかなと思います。やっぱりツーリングと違ってね、最後ここがね低くなってきているので、容量的なところで言ったらあのツーリングよりは少ないですけれども、まあ普通のねセダンで見たらやっぱりあの十分な収納スペースは確保されているかなというふうに思います。はい、続いてはですね、こちらのディーゼルモデルに行きたいと思います。 320D のツーリングエクスクルーシブスポーツですね。まあ、M スポーツをベースとした、まあ、限定車300台の限定車になりますと。こちらの、まあ、ディーゼルモデルもですね、同じく馬力に関してはガソリン車と同じ184馬力なんですけれども、まあ、こちらがねトルクが、まあ、27キロに対してこっちが38キロもあるということで、まあ、やっぱりねかなりもうディーゼルなんでトルクに差があるということなので、まあ、そのあたりはねきっとあの乗った時にね大きなフィーリングの差が現れてくるかなと思うので、まあ、そのあたりはねあの試乗編の方でレビューをしていきたいと思います。ワゴンなのでやっぱりね後ろの形状はね大きく異なってきますよね。やっぱりツーリングの方が、まあ、積載量も多くはなりますし、まあ、よりね実用的かなとは思うんですけど、まあ、やっぱりこの静かさとか、まあ、車の剛性とかでいうとやっぱりセダンの方がまあしっかり取れているっていうところはあるので、まあ、そのあたりねどういった違いがあるのかっていうのは気になるところです。まあ、ツーリングの方もねやっぱり大きな違いはここのね後ろのリアのところだと思うので開けてみたいと思います。電動で開きます。はい、でまあトノカバーもついてますね。はい、このような形で使っていただくことが可能です。であとはですねシートが2分割で倒れるようになってます。セダンの方はですねトランクスルー機構しかないので座席を倒すことはできないんですけれども、こちらのツーリングの方は両側倒すことができます。このように、倒していただくと、もう人がねかなりこう寝転べるぐらいのかなりの長さを確保することができます。あとセダンと違ってここの開口部の縦の大きさが非常に大きくなりますので、まあ、よりね大きな荷物を乗せたい時とかっていうのにも非常に重宝するものになってるかなというふうに思います。ちなみにここだけも開きます。なので、ね、ちょっとした荷物だけであればこういった形で開けて入れていただくことも可能になってます。ここだけ開くの便利でいいですね。あのこちらね先ほど限定車っていうお話しましたけれども、まあ、何が違うのか内装が違います。まあ、こっちはですね、ファブリックではなくて革のシートになってます。あとはね大きな機能の違いとしてはこちらの方はですねシートヒーターが、このシートには装備されていますということで、機能面でいうと一番そこが大きな違いかもしれません。あとはですねこのエクスクルーシブスポーツっていうグレードなのでこれ専用のエンブレムがここに入ってますね。あとは内装の雰囲気でいうと、まあ、結構ねシルバーがね M スポーツ使われていること多かったんですけど、ちょっとね木目調のような、パネルがですねこちらのエクスクルーシブスポーツは使われているなということで、まあ、より内装の高級感が出ているような仕様になってますね。なんか M スポーツのちょっとあのかっこよさとエクスクルーシブスポーツの革を、ね、使ったことには高級感がこう、ね、いい感じにこうマッチしてかっこいいですね。やっぱりディーゼルエンジンなのでやっぱりアイドリングした時の、ね、ちょっとねカラ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 っていう、ね、音はガソリン車と比べると結構しますね。そうですね、エンジン音に関してはガソリン車の方が正直全然静かですね。結構吹かしてみた感じもやっぱりディーゼルの方が正直音に関しては大きいですね。
まあ、ディーゼルエンジンの魅力っていうのは、まあ、こういったねちょっと音は大きいかもしれないですけど、まあね、その大きなトルクだったりとか特に高速の燃費なんかは非常にいいので、まあ、そのあたりのトルク感なんかは市場でもねあの差が出てくると思うのでそのあたりをねレビューをしていきたいと思います。まあとはですねホイールが今回違います。これのオプションのホイールなんですけどこっちが19インチのホイールでこっちが純正の18インチのホイールになってます。まあね好みは皆さん分かれるとは思うんですけれどもやはりねこう大きい19インチのホイールの方がよりなんかこうスタイリッシュに見えるなっていうような、個人的にはそんな気がしていますね。はい、あとはね M スポーツなんで、まあ、M のバッジがちょっとね年式的にこっちの方がなんか同じなんですけど色あせてる感じはありますけれどもまあでもねこのバッジがついてるとねやっぱりかっこいいですね。はい、というわけでね、まあ、内外装編あのねその違いっていうのを見てきたわけなんですけれどもこれからはですね市場に行って、まあ、ガソリンエンジンとディーゼルの違いだったりとかセダンとツーリングで何かちょっとねあの足回りの味付けが違うのかっていうところを見ていきたいなというふうに思います。中古車買取ホット車買取専門店高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分。中古車買取本舗で検索。車のことならアヘン。ガスタムカー中古車販売開店ならアヘン。お知らせがあります。お知らせですか。はい、はい、この度アヘッドモーターサービスでは一緒に働く一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。なんと我々、はい、あの去年から、まあ、ラリーを始めていろいろなモータースポーツに参戦しているじゃないですか、はい、まあ、そのモータースポーツ参戦経験を通して、まあ、お客様に対して、まあ、チューニングであったりだとか一般の車両の販売とかアフターサポートを行っている中で、まあ、一緒にぜひ働いてみませんか。働いてみませんか。普段のアヘッドモーターサービスっていうのは広木さんどんなところが一番魅力的ですか。個人的にアヘッドの魅力っていうのは、まあ、本当にあの一般の車両の販売からチューニングまでだから仮に売ってしまえばお客様が買ってくれた後からもずっとサポートして手厚くこういろいろな相談に乗ってチューニングまで含めてでトータルでサポートできるっていうのがうちらの強みかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。そしてブレスとブレスさんですね。はい、はい、板金塗装そして e スポーツスタジオでも、はいはい、おなじみのブレスでも新しく仲間になってくれる方を募集しています。募集しています。ぜひあのトータルチューニングから、まあ、塗装板金も含めてあの全てやっておりますのでぜひこの機会に皆さん一緒に働いてみませんか。ぜひ皆さんのご応募お待ちしてます。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。